頭ってことはアンデッド系のモンスターじゃないか。でもバイクに乗ってたわよ。コールドグラウンドのドライビングは最高にエキサイティングだぜ。あの人なんだか怖いです。変な人だね。やっぱりあっちの世界の人なんじゃないのかな。そうですよね。あれ、まあ俺の目に狂いがなければ、なんだかあのバイクの後部座席に、ええ、乗ってたわね。ふーん、爽快だぜ。やっぱ大自然の中で吹かすアクセルはテンションマックスだぜ。球場のランナーウェイ飛ばしていくぜ。ウェイ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 、うわーき、一気しちゃう。おう、Are you okay? やっぱサラマンダーにはちょっと答えるぜ。この極寒のフィールドはよ。ノンノン、そいつはミスターのハートがまだ熱くたぎってねえ証拠だぜ。ハートが？そうか、確かにそんな気がしてきたぜ。まだまだ俺様たちのリミットじゃねえんだ。このクールな大地でこそホットにシャウトなスタイルを刻み込むんだぜ。ちょっとみんな、なんで哀れみの目で呆然と見送ってるの。追いかけようよ。いやほら、現実で街中歩いてる時とかよくあるだろ。向こうから柄の悪そうな人が歩いてきたら目を合わせず通り過ぎるのを静かに待つようなシチュエーションって。他人じゃなくて知り合いでしょ。あらあら、すみません、うちの弟子が。え、あの骸骨の人、僕らの仲間のアッシュローラーです。なるほど、追いかけるしかないみたいだな。Io sono Argisius e bentornati su Axel World vs World Art Online. Oggi, beh, abbiamo iniziato un po' così perché, come vi ho già detto, i dati della registrazione purtroppo sono stati un po' cancellati. E benvenuti a Lost Guild, l'anello di ghiaccio. Sempre corrotto dall'entrata di dati probabilmente da Axel World. Ok, la nostra prima missione di oggi è fermare quel tizio lì che sta portando in giro Crane. Ok, è un tizio in moto che sta portando in giro un salamandra in un luogo ghiacciato. Vabbè. Amazing! まさか俺様のアンリミテッドドライブに追いつくて誰かと思いきや、キャラス野郎、ここでやったが100、ついに貴様との因縁バトルジ・エンドにしてやるぜ。はいはい、アッシュさん、わかりましたから、とりあえずバイクを止めてください。オーライ、寒い、寒すぎて視界がかすむ。クライン、大丈夫か。おお、そこにいるのは最愛のダチ、霧の爺の幻ってやつか。これは走馬灯なのか。俺にもついにお迎えが。クラインさん、あなた死んでないから、ほら、ちゃんとこっち見て。あら、あれ、アスナ、それにみんなも、なんでここに、みんなも凍え死んじまったのか。とりあえず何か温かいものでも飲ませてあげたらどう。そうですね。うおー、アスナうまかったぜ。さすが料理スキルマックスのお前が作るチョコラテの味は最高だぜ。
そこの可憐なフェアリー、あんたのクックしたドリンク、最高にホットエンドヒーリングだぜ。どうも。クライン、状況は今話した通りだ。強要はできないが。なんだよ、水くせえなキリト、そんな不安そうな顔すんなって。俺も当然ユイちゃん助けるまでログアウトする気はねえぞ。そうか、助かる。俺様もそのペルソナベイビーとかいうクレイジーなレディを許すわけにはいかねえ。カラス野郎、ヘルプしてやるぜ。アッシュさん、ありがとうございます。恩着せがましいことを言うのですね、アッシュ。お、リアリーお師匠様。あなた、妖精さんの仲間を連れ回して投資させようとしていたのよ。相変わらずの能天気な言動で他人に迷惑をかけてしまったこと、少しは反省なさい。ソーリー。あ、ごめんなさいです。フーコさん、クラインはなんとかは風邪ひかないっていうくらい丈夫なやつだし、そんなに気を使わなくても大丈夫だぞ。そうです、麗しいお嬢さん、私がこれほどのことで倒れるわけがありません。この負傷サラマンダークライン、体力と知性、そして女性を守る気概には自信のある武人です。あなたのお弟子さんとも出会ってすぐに意気投合しました。すでにアシュローラーとは熱い友情、そして固い絆で結ばれております。よろしければ、あなたとの絆も培っていきたい。まあ、フーコさん、あんまり気にしないで。クラインにとって今のセリフは出会った人への挨拶みたいなものだから。リーゾさん、そこで余計なちゃちゃ入れないでくれます。あんたこそ条件反射でナンパしてんじゃないわよ。師匠、このミスタークラインはすっげえグッドガイなんすよ。俺が言うんだから間違いねえですってな。おうよ。何やら不安になるコンビの結成なのです。残念だけど私にもそう思えるわ。師匠、アッシュさんの現実の姿については。もう少しクラインさんには黙っておきましょう、面白いから。はい。Ok, abbiamo scoperto che anche in Axel World c'è la controparte ignorante di Klein. Chi altro dire? È alquanto ignorante questo personaggio qua, però è il suo bello, nel senso ci tira fuori dalle situazioni più brutte per farci vedere il lato positivo. Ci fa fare due risate, ci fa divertire un pochino, e a differenza di Klein non è un tornagliolo, quindi va sempre bene. Comunque, il nostro obiettivo adesso è trovare i nostri amici, che sono ancora scomparsi. Prima tra tutte, non mi ricordo se veniva detto, è Filia. Oh, nanda ima no? Okashi no desu. Koko ni wa airenai no desu. Ok, ho stranamente provato a entrare in un portale, ma non posso farlo per qualche motivo. Comunque la mia voce sta un pochino meglio, il mio umore no. Ma non entriamo nei dettagli. E ho pure sfeilato nel scendere dalle... Wow, sono un mito, non me lo ricordavo questa cosa. Vediamo se riusciamo a parlargli. ここまで来たんだけど、うっかり武器を装備してくるのを忘れちゃって身動きが取れなくなっちゃったのよ。お願い、私の人探し手伝って。え、一旦町に戻れって。なんなん、トレジャーハンターたるもの1分1秒でも無駄にできないわ。
ここで君たちに会えたのはラッキー。運も実力のうちってね。ね、お願い。準備が整ったら声かけてね。相変わらずの強引さね。しかも武器の装備忘れてくるってどんだけなのよ。まあ探してるライバルがトレジャーハンターだって言ってるし、フィリアのことかもしれんぞ。それもそうね。話だけでも聞いておきましょう。ありがとう。あの人の行きそうな場所の目星はつけてあるの。教えるから様子見てきてちょうだい。Ok, Amelia, che strano trovarla su un picco ghiacciato, ci ha detto di cercare in luoghi per tentare di trovare sia la nave fantasma che Filia. Ok, come succedono i videogiochi, il primo luogo non si azzecca mai. Proviamo col secondo, Valan. Treasure Hunter-san.あれ？誰かいたのかな？まあいいか。噂の幽霊船はと。Ok, quando una cosa non si trova neanche al secondo luogo, beh, allora capiamo che dobbiamo prima esaminare tutti i luoghi per attivare la missione o triggerarla, come invece chiamarla. Ehi, meglio. この辺りには何もないか。幽霊船っていうくらいだから。かなり上空を飛んでたりするのかな。高い場所、高い場所。うん、あそこだ。おい、今のフィリアだわ。氷山の山頂に向かって飛んでる。追いかけよう。Nel tentativo di inseguire Filia abbiamo attivato un boss. Questa si chiama sfida, indubbiamente.Ok, stessa strategia, stavolta lo possiamo targettare. Sono un bravo pampino, dai. Dolk Trasir, mitologia nordica del tubo. Non capisco cosa voglia dire. Se qualcuno ha voglia di cercarlo, per favore lo faccia. Comunque, il piano di base è colpirlo tanto.E fare nutrici il prima possibile se sono una persona intelligente. Non mi ricordavo quando ho registrato questo episodio se fossi una persona intelligente oppure no. Comunque 64 colpi non sono male. 65. Oh, ok, partiamo con un switch. Sì, effettivamente per essere una persona intelligente, ecco, avrei dovuto fare questo fin da prima. Ora switchare in teoria e rifarlo. Ma non si può pretendere tutto dalla vita. Vabbè.Mi stiamo facendo abbastanza danni. Al posto che perdere tempo cercando di dire quanto schifo sto facendo negli switch, direi di parlare un attimo di Filia. Filia è una Treasure Hunter, come abbiamo già scoperto, ed è uno Spriggan, quindi la stessa razza di Kirito. Perché ho scelto gli Spriggan? Perché hanno buoni doti di camuffaggio e di ricerca. Quindi per una ricercatrice di tesori è una cosa ottima. Quello che ci riesco a fare adesso è andare a vedere dove si trova, e quindi in cima alla montagna su cui eravamo prima, quindi andiamo da Amelia. Se volete sapere quando è stata introdotta Filia, vi dico che non è stata mai introdotta nell'anime, ma l'abbiamo vista solo nei videogiochi, cioè dal primo in poi. Ed eccola qua, con Amelia. Strano, eh? Mitsuketa! Koko de atta ga 100年目!どちらが優れたトレジャーハンターか、今度こそ決着をつけるわ。どこかでお会いしましたっけ。あなたもトレジャーハンター？
私を知らないっていうの？覚えてなさい、あなたの永遠のライバル、このアメリア。絶対にあなたより先に幽霊星を見つけ出してみせるんだから。あ、これは依頼の報酬、取っておいて。おう、ライバルってやっぱりフィリアのことだったんだな。ヤッホー、キリト。フィリア、ずいぶん探したぞ。よかった、このフィールドにいたんだね。フィリア。あ、みんな集まってどうしたの？ははん、さてはキリトたちも幽霊船の噂を聞きつけてやってきたのね。幽霊船？ログアウトの警告はあったけど、緊急メンテはいつまで経っても開始されないじゃない。それならもう少し遊んでよって思ったら、急にスバルトエリアの景観が変わり始めてびっくりしちゃった。何か新しい発見があるんじゃないかと思ったらうずうずしちゃって、そしたらこの辺に幽霊船ってのが出現したって噂を聞いたのよ。もう急いで駆けつけてきちゃった。あー、トレジャーハンター魂がうずくわ。キリト、どうする？なんだかフィリアだけこの状況を楽しんでるような気がするよ。ああ、これだけ楽しそうにされてると説明するのが何やら忍びないな。何のこと？ユイちゃんが、そんな。だから俺たちが置かれているこの状況はそんな良好なものじゃないんだ。キリト、アスナ、ごめん。そんな大変な時だったのに、私一人でワクワクしちゃって。ううん、別にフィリアは悪くないよ。でもみんなはちゃんと異常事態だって気づけてたわけでしょ。それでキリトたちも残ると察して合流しようと努力してた。私、なんだか自分が恥ずかしい。いや、俺は逆に安心したよ。え？ SAO にいた時のお前はずっと何かを疑ってばかりで、自分すら信じられないようなプレイヤーだった。そんなお前がこの状況を疑わず、俺は嬉しい、そう思ったよ。キリト。うん、そうだね。でも知っちゃったからにはフィリアにも協力してもらうからね。うん、もちろんだよ。ユイちゃんを救うために私にできることを何でもやるから。はっ。Ragazzi, mentre io potenzio un attimino le abilità, direi di riflettere un attimo sul da farsi. Cioè, abbiamo trovato Philia, Ashroller e Klein oggi. Ci mancano ancora 5 personaggi di Axelworld, se non sbaglio, e solo uno in realtà di Sword Art Online, cioè Rain, la sorella di Seven. Non vorrei dimenticare nessuno, però, ehi, se mi sbaglio, ditemelo. Come al solito, se vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete piace, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Se avete dubbi, domande o cose di questo tipo, fatemelo sapere. Bella ragazzi!